ちょっとやりましょう。本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変。1582年、本能寺で起こった悲劇、織田さんが家臣の明智にしばかれる話。どうしてどうしてどうして織田はしばかれた。明智さんは織田さんに長い間いじられた。みんなの前で呼ばれたあなたはハゲ。どうしてどうしてどうしてハゲに負けたの。あのハゲ出張する言うて嘘をついて攻めてきた。ハゲの軍勢1万に対して織田の軍勢30。どうしてどうしてどうしてそんなに少ないの。ハゲの勧めで戦の休憩、数人で寺の坊主のもとへ。ハゲは家臣と一致団結、織田は坊主とディーバーティー。多くない多くない毛がないやつが多くない。いや多くない多くない、毛があるやつが多くない。変じゃない。 No 変でない。変じゃない。 No 変でない。変変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 変。これが本能寺の変、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 諸説あり。